ナクソス島のタベルナグリークサラダタベルナは、ギリシア料理を提供する小規模なレストランを指す。英語の居酒屋や宿屋を意味するタバーンタバーンとほぼ同じような意味で混同されやすい。ギリシャ語では、タウアルファーベータローニューアルファーで、元々の意味は、ラテン語で小屋や仮屋を意味するトベールナから来ており、板を意味するタブラや、針や木材を意味するトラバーナやトラブスから変化した可能性もある。 ギリシャ人の移民によって、タベルネスは世界中に広がり、特にアメリカやオーストラリアでは広がっている。タベルナはギリシャ料理やギリシャの文化になくてはならないものとなっている。タベルナで提供されるメニューには、塊のパンやピタパン、グリーンックサラダ、ザジキ、ディロカフテリなどのチーズを使った料理などの前菜、ファソラダのような豆のスープ、パスタ、魚介の揚げ物や焼き物、 ムサカ、スブラキなどのメイン料理、レッシュナや甘いワインのマブロダフに、他に赤や白のギリシャワイン、ビール、ウーゾ、チプロなどのアルコール類、ギリシャコーヒー、果物がある。食べるなは通常ピルマに開店し、夕食は午後8時30分に始まり午後10時にピークを迎える。現在は経済危機にあるが、近年までの観光産業の成長に伴って、 外国人向けにギリシャの多くの食べるなでは英語のメニューを用意したりしている。中にはしつこい客引きや従業員を桜に使ったりツアーガイドに金を支払ってお客を送り込ませる食べるなも存在する。ありがとうございます。